ありがとうございます。セカンドセット設定時を始めさせていただきました。1曲目にファンクインディープフリーズという、アートブレイキージャズメッセンジャーズでもおなじみの曲です。今日は私たちはリハーサルの時からずっとバンド名を考えておりまして、ちょっといいバンド名が
募集中なんですけれども、まあ、なんといってもこのサウンドの肝はオルガンという、普段こういうコンボの、コンボというんですけども、ジャズの少人数のスタイルでは、ピアノがこちらにもありますね、ピアノを使ったりベース、ウッドベースを使ったりする、あとギターが入ったりすることもあるわけですけども、私たちはそこをオルガンとドラムと管楽器という編成にこだわって活動を今日まで続けさせていただいております。ちょっとこのオルガンのサウンドというのはどういうものなのかというのを、せっかく今日、なかなかオルガンってオルガンというものはよくご存知だと思いますけど、こういうジャズで使っているとか、どういうふうな感じで何をして演奏しているのかというのも、ちょっとぜひ仕組みをオルガンの福山さんにちょっと解説をしていただきたいと思います。はい、はい、こんばんは。そうですね、いきなり振られましてですね、オルガンってこう、まあ、現代で言いますと、まあ、エレクトーンだったり、ドリマトーンとか、あとまた別の会社だとアトリエとか、そういうものでこう、まあ、いろんなこう音が出て一人で何でもできるみたいなのが、まあ、よくある電子オルガンなんですけども、まあ、私が使ってるタイプのこう、まあ、ハモンドオルガンとか、トーンホイールオルガンとか、まあ、そういう古くからあるオルガンっていうのは、まあ、パイプオルガンを模したようなこう形で、そうですね、まあ、パイプオルガンってこうパイプがいろいろ並んでいて、こうそれの組み合わせでこう音を作ったりするんですけども、なのでもうこういう感じの音しかこう出ないというか、まあ、ちょっとこう設定をいじったりするとまた違う音が出たりするんですけども、ちょっと触ってみますね。あ、マイクは大丈夫ですね。はい、はい、まあ、こんな感じで音作りをするようなものですね。で、まあ、頑張ってもこうこれくらいの音しか作れないという、はい、そういうものになります。で、これをこうその昔ジミー・スミスという有名なジャズオルガンがこういまして、その方がこうジャズオルガンをやるために、オルガンでジャズをやるためにこう最適なセッティングをこう発明して、まあ、こういう形で、ジャズができるようになったという、そういう、 こう、まあ、歴史的なこう背景もあったりしてですね。あと、まあ、それからまあ、いわゆるエレクトーンと違うところは、まあ、エレクトーンってだいたい足でベース弾くんですけど、ジャズオルガンは、まあ、足でできないこともないんですけど、だいたいこう左手でこう弾くことが多いという形ですね。で、まあ、岩手だとこう夏に花火大会あると思うんですけど、そこで河合楽器のこう人が河合の電子オルガン持ってきて、こう花火会場で演奏したりしていると、まあ私もこうオルガンをやるものとしてこうすごく着目して見てるんですけど、多分何年か前の人は足を動かしてるんですけど、当て振りで多分弾いてなかったと思います。で、なぜかというと、ベースの音と足の動きがずれてて、あの人はちょっとずるしてるなと思ったんですけど、去年の人はちゃんと弾いてました。2年前の人はちょっと怪しかったですね。なので、まあちょっとまた今年岩田の花火大会電子オルガン出てきましたので、ちょっと気をつけてみてみると楽しいかなと思います。はい、で私はもう足を使うことは諦めてるので、はい、手で弾いてます。はい、ちなみにベースだけだとどんな感じに聞こえるんでしょうか。いや、
ちゃんと弾いてますね。素晴らしいですね。いや忙しそうですね、左手右手と。いやドラムの次に忙しいですね。いやドラムより忙しそうですね、うん、じゃあここでドラムの堀君にも、オルガンの奥山さんでした。今日はぜひ足はないですけども、ベースと右手と注目して、まあ、何かオルガンにこの機会でオルガン人口を広めたいという思いで演奏をしていただいております。オルガンの奥山福太郎さんでした。こんばんは。はい、ドラムの堀と申します。喋るの得意じゃないんで簡潔に、何を喋ればいいんですか。ドラムという楽器についてじゃあ ドラムってすごいもう今はかなりポピュラーな楽器になったと思っていて、ただテレビで例えばミュージックステーションとかそういう音楽番組でその J-POP とかそういうのに使われるドラムセットと今ここにあるドラムセットちょっと違っていて、全体的にちょっと小さい、太鼓の大きさが小さいんですね、ロックとか。それで、音も結構高めになってます。それがジャズ用のドラムセットの、まあ、一般的なところですかね。まあオルガンのもう本当に奥山さんは本当に忙しくて演奏中、テンポキープとかすごい難しいんですけど、それに加えてコードに添えながらベースラインを弾きながらソロを取ったりするんですね。それに比べたらドラムは一見両手両足違う動きで大変そうに見えますけど、そんなに考えていないというかそれはちょっと僕が悪いんですけど、でも本当にまあオルガンのこんなだったらオルガンの次に忙しい楽器かなと思います。そうですね、はい。というわけで次の曲に行きたいと思います。次の曲、ジャズスタンダードのナンバーから、ジャストフレンズという曲です。